こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。津軽三味線のキキです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと遅いね。遅いね。もう2023年も1ヶ月が過ぎましたが、はい、うん、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いい1年になるといいですね。はい、はい、本当はお正月にライブ動画を上げたかったんですが、ちょっとゆっくりしてしまいまして、はい、こんな時期になりましたが、今年も定期的にミニライブ動画を上げていきたいと思います。はい、ではでは早速、はい、行ってみたいと思います。まずは私たちが一番最初に作ったオリジナル曲でキキ聴いてください。
リジナル曲のもつ鍋という曲を聴いていただきました。さあ、キキは今年は15周年イヤーでございます。わあ、早いですね。早いですね。1年あっという間なんでしょうね。去年の14周年もあっという間に終わってしまいましたので、はい、うん、去年は14周年ということで、今までの曲を振り返り80曲、90曲ぐらいをコンサートで演奏しました。今年の15周年はその中で、ね、特になんか人気の高かった曲とかをね、うん、思い出のある曲とか、う、ね、うん、また弾けたらいいなと思っております。はい、はい、私もライブをたくさんしていくぞ、やるぞです。はい、では次の曲はそんな、昨年のライブツアーの中で発掘された名曲、はい、自分で言う名曲をお届けしたいと思います。オリジナル曲でセミファイナル聴いてください。
ありがとうございました、聞いていただきましたのはセミファイナルでした。でした。それでは本日最後の1曲を演奏したいと思います。はい。最後は、昨年の100日走というツアーのために作った100日走という曲を演奏したいと思います。はい、100日走はお花の名前から取っています。はい、100日走の花言葉は努力を怠るなというねことで、はい、これからも頑張っていきたいと思います。はい、はい、それでは100日走聴いてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。